はい、戦国武将紀行伊達実元公、福島陽林寺さんに来ています、まあ、ここはですね、実元公の墓所があるんですが、立派な碑と墓石があります。ただ、一昨年ですか、太夫寺さんの方に行きまして、実元公の廟と、まあ、お位牌があちらに移ってるんですね。そちらで、もう、まあ、廟なんで、まあ、お位牌があるんでね、お墓ですというふうに紹介されていましたし、武将隊の方たちも来てね、まあ、その時はまだ今のような時代じゃなかったんで、かなりいいものを見せていただきます。そちらのビデオも出してますんで、合わせてご覧ください。こちらの伊織さんはですね、伊達実元公、それと伊達種宗公の、菩提寺になりますね。入り口にも書いてありましたけども、特に実元公はですね、まあ、伊達政宗公がですね、まだ若かったので、まあ、それの、まあ、与力というわけじゃないんですが、まあ、側近というわけじゃないんですが、まあ、ご意見番的な立場でですね、まあ、あと鬼庭左月、入道、吉直公、今日行ってきましたけど、一鳥橋のお墓ですね、戦死した場所。この二人は特にですね、やっぱり年齢的にも高齢ということもありますし、鬼庭左月入道に関しては73歳で戦死と、こちらに伊織さんに書いてある実元公は61歳で亡くなっているという方ですので、まあちょっとその、この今の時代と違いますからね、60、70というとかなりな高齢ですよ。まあ、今で言ったら80から90ぐらいなんでしょうかね、ちょっとわかりませんけど。まあ、いずれにしても当時高齢と呼ばれていた方でですね、要するに、伊達テルムネ公に仕えていたんですが、テルムネ公がですね、まだお若くて、まだ全然やっていける年齢で隠居と、政宗に譲るということをしたんですね。これはもう別に病気でも戦死したわけでもなくて、テルムネ公の、まあ、配慮というか、若い政宗公とですね、まあ、片倉幸十郎、それと、息子さんである伊達重実、この二人を置いてですね、早く政宗体制を整えると、まあ、父の政宗の照宗公もですね、まあ、春宗公やその父や祖父のね、そのお家内乱をもう散々見てきてますから、まあ、伊達家というのはどうしてもそういうふうに、親族も多いですし、ご兄弟も多いですし、先頭筋の話をまたすると長くなりますけど、他家のですね、養子縁組も多くて非常に複雑ですよ。ですから、お家内乱がいつ起きてもおかしくないという状況なんですが、テルムネコはそれを察ししてですね、やっぱり政宗公の、まあ、才能を早く導くためにも、早い世代交代をわざとしてるんですよね。まあ、自分が院政みたいにですね、後ろで実権を握ろうとか、そういうことじゃないんですよ。政宗公の、そのまだ20歳そこそこの方ですか、その力をですね、思う存分発揮すると。要するに、テルムネコはまだ若かったんですけど、自分の先を見てたんでしょうね。要するに、父や祖父がいろいろやってたことを引き継いでおりますけど、政宗という人に何かすごく期待をしていたようですよね。まあね、大河ドラマの見過ぎで、そのシーンがもう目に焼き付くほど残ってますけど、まあ、いずれにしてもですね、自分で成し得なかったことをもう若い政宗に任せようと。いうところでですね、早い世代交代をしたんではないかと。また世代交代をするにあたってはですね、先ほどの鬼庭左月と、この伊達実元、まあ、長寿の二人ですけど、まあ、ご意見番的にですね、まあ、側近というよりも、まあ、若い政宗を支える片倉小十郎、伊達重実がいますから、その人たちを盛り立てるために、まあ、本当にご意見番的に、後ろに一歩控えていたと。まあ、そんな立場じゃなかったかなと。また、実元公はですね、戦死もせず、立派に最後までですね、お家のために尽くしたということで知られてますので、まあ、特段ですね、大きな戦で、有名な手柄を立てたとか、そういうことはあまりないんですけども、まあ、歴代当主にですね、従って、まあ、伊達宗家の方ですから、まあ、場合によってはですね、場合によってはというか、まあ、嫡男嫡子がいなければ、もしかしたら伊達家を継ぐ立場でもあった可能性もないことはないですよね。伊達家ですからね。まあ、その系統っていうか、お子さんとかみんなそうですけど、伊達重実もね、伊達姓を名乗ってますから、まあ、そういう意味ではですね、政宗公に、まあ、一番近しい親類の方の一人になりますし、伊達重実、片倉小次郎とこの両腕を持ってですね、新しい伊達家を盛り立てると。まあ、そんな立場で後ろで、政宗公を応援してたんじゃないでしょうかね。まあ今日はですね、こちら菩提寺なんで、まあ、さっき
本堂にもお参りしてこちらにも手を合わせてありますので、まあ、最後にちょっとお墓だけね見てみましょうかね。場所はですね、楊林寺さん本堂の左手の奥にすぐ見えるところにあります。非常にあの分かりやすい場所ですね。楊林寺さんもね割と平野から立ってるところなんで、まあ、ちょっと墓前なんでね、ちょっと簡単ですいません。はい、こちらが伊達